いやみんな、はい、何ですか、はい、宝くじ買ったことある？はい、あります。宝くじの季節だけどさ、ありますよ。当たったことある？あれ最高。ありますよ。お、いくら？ん？1,000円。おー、僕3,000円。じゃあ、ある。3,000円。夢ないねないよ。確かに確かに。年末ジャンボとかね、1等10億とかいきますからね。10億、まあ、でもそんな簡単に当てるもんじゃないんですよ。10億というものは、ね、私も確かに当たんないですよ。そう簡単には当たんないわけなんですけども、世の中には当たってる人もいるという、はい、というわけでですね、今回マインクラフトに宝くじを追加しました、まあ、だからそれ実際の宝くじと同じ確率で、まあ、当選したかどうかっていうのが分かるようになっております。え、嘘でしょ宝くじがどんぐらい当たるのかっていうものをね、検証していきたいと思います。思います。一世一代の大勝負がついに始まる。あとは恋を放り投げるだけ。はい、でどうやってやるんですか？ちょっと来て。全く何も聞いてないんですけど。いや、めっちゃ簡単なんですよ。くじだから紙とか、紙を使うとか。お、鋭いですね。うん、合ってる。あそこにサトウキビがあるんで、もう作り方ね、はいはいはい、結構簡単なんですよね。宝くじの作業台を作ります。こうしてですね、紙を作る要領でですね、置くとですね、はい、できました。もうできましたよ。じゃあちょっと一回配って、一回引いてみようか、みんな。はい、これで分かるんですよ、はい、実際の当選したかどうか。マジで？にくりくり、これ実際の確率だからね。マジで？行きます。お、あ、何も出ない、外れた。いいよ。出ない、出ない、出ない。出ない。わあ、当たんないね。ポンポンポン。ダメだ。ダメです。ダメです。マジか。当たらないじゃん、全然。これいつもやったら300円ぐらい当たるけどな、これ。セットだからね。バラで買ってるんで。確かにバラで買ってるから。はいはいはい。こういう感じでちょっと、最終的に何枚買ってどれがどんぐらい当たったのかっていう分布をね、見ていこうと思います。でやっぱり今回、はい、僕ら時間が限られてるので、はい、制限時間に1等当てるのを目標で皆さん頑張りましょう。はい、あ、よかった。頑張りましょう。じゃあ一旦ばらけましょうかこっからは。はい、はーい、よーし。じゃあバラバラでいいんですね。そう、うん、なん、めっちゃある、めっちゃある。もういいよ。4つゲットしました。俺さあ、くじしちゃっていいよ。いいんですか？よし、で俺も当てちゃうよこれ。こういうのなんか俺逆にすぐ当てちゃったりするよ。いや、これ当てたらマジ神回。逆に変な空気にしてやる。俺もう当てて変な空気が並んだの一等当てたら、うわー、逆に早すぎる。あ、当たった。ええ、マジ、え、7等。でも7等。でも当たったのがすごい。なえなえ、7等って。あ、300円ですね。あ、なるほど。でもまあちゃんと当たるっていうこと、当たるっていうことは分かった。でもでこれね、当たった時ね、チャラリンって音するからね、楽しい、気持ちいい。おー、なるほどね。俺宝くじ15枚できたよ。およ、俺も9枚できた。え、めっちゃできるよ、意外とできるね。いいよ、死んじゃおう。おい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 、マジか、当たんなかった。え、なんかティロリンっつった。ティロリン来たよ、僕も。おい、うわ、7等だ。お、来た、また。どう、え、また来た、7等。え、また来た、7等。え、めっちゃ来るよ。7等でした。めっちゃ来るよ。7等3枚だ。え、めっちゃある、湿地帯。うわ、湿地帯にあんの。いや、いいなぁ、ちょっと俺なんか場所が悪すぎて、俺湿地は多いイメージある、サトウキビ。よし、4で3個。43。待って、それは当たるんじゃないか。くじは42個だ。すごいな。よし、全部当たる。待って、重なってない、テロリン来た。マジを見ていい？一等、いいよいいよ。なんと6等だ。おお、まあ出た、3点だよ、6等。やばい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 。あ、終わり、もしかして。終わりです。うわー、早い。次が5等が1万円なんだね。なんか、いやー、だいぶ桁が変わるんだ、そこで。でもここら辺はよく聞くかない、まだ1万当たったわ。俺のおばあちゃんはなんか当たったことあるよ。1万円。
すごい。てか俺スクラッチに100万当てたことあるんだけど。え？え？は？そもそも。は？ちょっと待って、お前本当に言ってる？何言ってんの？俺そもそもね、宝くじじゃないけど。あるよ。スクラッチに100万当てたことあるの？あ、100万じゃん、ごめん、10万。で言ってる間にですね、実は64個集めました。おー、66個でいきましたね。66個引きます。いいね、いいね、いくぞ、レンちゃん来い。あーどうしたの、どうしたの、おー、タックしてないのが2個もある。えぇ2個、え見ていい？いくよ、うん、はい、まあ、これ6等です、1つはね。あ、オッケー、オッケー。でも1個5等以上確定ってことでしょ。確定以上。もう1万やばすぎ、やばすぎ。1万円以上ってことだよね。ワンチャン1等の可能性もある。ワンチャン1等もある。いくよ、うん、せーの、はい、5等。あー、5等。まあ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 、5等、5等当たるんだ、1万円。当たったね。これさ、宝くじで当たって買ったらマジでテンション上がるやつや。うん、タツが1スタックとか言ってる間に、はい、僕は宝くじを3スタック買った。いいね、いいね、いけいけ、いくぞ。おら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 、え、もう全然、え、あ、また来た、またスタックしてないやつ。え、スタックしてないやつ来た。6等5枚ともう片方スタックしてない方が、はい、あー、5等です。うん、やっぱ5等。私もめっちゃ引こう。次のステップ4等は5万円ですからね。ちょっとそろそろさ、次のステップいっちゃいますか。畑を作るという。え、マジっすか、うん、畑作ります。いいんです。じゃあさ、一回さ、みんなが集めた、うん、当たった紙を入れないチェストに。おお、5等2枚か。もう700回ぐらい引いてるってことですね。で、この、こういう結果ですね。なるほど、なるほど。はいはいはい。700回っていうことは、だいたい21万分買いましたね。700やってても、5等2枚か。2枚なんや。じゃあ、こっから、ちょっと作戦、はい、次の作戦に移りましょう。はいはい、おー、すげえ、めっちゃある。じゃあ、これを元手に、今からね、うん、こっちに、サトウキビ畑、作っていきたいと思います。はいはい、はい、頑張ろう。オッケーオッケー、頑張りましょう。頑張りましょう。土を集めればいい。そうだね。いやー、これは夢をつかみたいな。この調子でどんどん宝くじを当てていきたい。うん、おお、いい感じじゃないですか。いいんじゃねー。いいね、いいね。いいんじゃねえの。じゃあ、あとはひたすら待つ。サトウキビがどうなってんのか見に行きたいと思います。思います。はい、お願いします。さあ、育ってるかな。でん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 。うわー、おー、すげえ。これはやばいよ。これも早速取っちゃうか。じゃあ、すごいな。すごい量あるよ、これ。よし、上の段だけ取ってね。はい、もう何も聞こえない。気持ちいい。わー、すごい。じゃあ、ちょっと使える分だけ拡張しちゃおうか、さらに。オッケーオッケー。はい、了解です。これめっちゃ楽しいけど、これだけで。これで全部畑も埋まりましたね。はい、埋まりました。じゃあ、余ったやつをくじにしちゃいますか。はい。おー、え、めっちゃ集まってる。やば、えぐ、やば。これで何個くらいあるんだ。300、まあ、80、そんなもんだね。じゃあ行きましょう、行きましょう。レッツ宝くじ、一等当てるぞ。当てるぞ。スタート。お、え、めっちゃ当たってない、みんな。え、いやー、ね、でも宝くしないのが来ましたね。え、マジで。いや、俺来ないわ。やばいやばい、来ない来ない。これ7等で終わりかも。やばいやばいやばいうわー、終わった終わった終わってしまった。終わっちゃったー。え、みんなどうだった。いやー、6等と7等ですね、俺はもう。6等と7等だ、俺も7等です。あー、マジかー。6、7しか出なかったよ。じゃあ、5等すごいんだな、やっぱり。いや、すごいな。すごい。さっきタッツが70枚ぐらいで当ててたのは
本当にすごかった。いやあれすごいな。じゃあ、うん、400で当たらないでしょ。そうだね。ちょっと育つまでにどんどん拡張しちゃう、さらに畑を。まあそれもありかも。ちょっとしますか。じゃあちょストップストップストップ。あ、危ない危ない危ない。すべてがおかしくなるとこやった。危ない危ない、おかしくなっちゃう本当に。なるほど、しない。そっちに俺さ、隔離されてる時にさ、うん、あ、船で隔離されてる時に、うん、船の中からさ、ご飯注文できるんだけどさ、フルーツとサラダ頼んだらさ、うん、チキン2枚とパンが来た。ちょっと待って、歌にしようそれ。チキン2枚とパンが来たっていう歌作ろう。はい、というわけでですね、畑もめちゃめちゃパワーアップして、やば、見て、改めて見てみ、やばい、やばいだろ、普通に。そしてですね、ためにためた、ため込んだ宝くじ、こちら。わーばうわー、やべー。で、これもさ、畑大きくしてから1時間そこらでこの量だから。うん、そうね。うん。というわけで、じゃあこちらの、宝くじ開放して、はい、当てていきましょう。当てていきましょう、宝くじ全部使って、はい、いいんですか。もういいよ、もう始めちゃおう。もう開けまくっちゃう、開けまくっちゃう、開けまくるぞ。お、開けまくりますよ。お、もうティンティンってめっちゃ言ってる。誰のピンかわからん。今5等は最高ですからね。え、待って、何ですか。お、2枚来てるんだけど、新しいやつ。なんだ、なんとか6等、あ、5等か。でも5等取った、うん、おー、すごい。ナイス。いや、これでやったら4等は当たってくんないと困ります。うん、うん、そうだね。あ、もうこれ、もうスタッフ、これ外れた瞬間、これ別のやつってことやもんな。もう4等以上確定。あ、おい、来い来い来い。え、マジ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 。あ、7等が64個いったんや。あ、そういうことね。僕もその現象を陥った今。うん、だいぶ減った。え、これだけないじゃん、もう。やばいじゃん。いや、もう頼む。あ、え、お、え、え、なに、4等だ。え、マジ。ガチガチ、ほら見て。え、マジだ。4等、すげえ。うっそ。え、すげえ。いったー。でも4等当たった。これで5万だよ。でもナイスナイス。5万、これで5万。うわー、出なかった俺。4万出なかった。いや、俺も出なかった。やべー、終わった終わった。3、2、1、0。あー、うわー、うわー、終わったよー。4等1個、1個だけだ。8700回回復してます。8700使って、はい、これぐらいですね。待って、じゃあ260万円分ぐらいにいくってこと？そういうことですね。でも引いてる間に見て。いや、もう言ってる間に。どんどん回していくと思う、みんな。オッケー。いつだ？おお、すげえ、もう埋まってる。じゃあ行きますよ、皆さん。はい。2回目行きましょう。開封だー、はい、開封だー。俺も4と当てて。あ、神様作らん、祭壇作ろうぜ。いやー、確かに。あー、なるほどね。あ、いいっすね。これはいいんじゃない。神できました。神できたよ。なるがち、1枚だけもらいますね。ちょっと、この1枚に全てをかけて。うん、宝くじとポピーレッド。あー、いいね。あー、いいね。これせー、一等お願いします。お願いします。お願いします。もう開始よ、開始。開始、今回違うぞ。おい、6等早速当たったぞ。幸先いいな。
神様がいますから、うん、あ、いいですね。全集中。え、別れた。また。ええ、ええ、来るか。待って、見ていい。うん、うん、え、来るか。待って、見ていい。うん、うん、何？伊藤組違い！マジで？え、組違い？やばくない？マジ？伊藤組違い来た！マジで？は、マジ言ってる？やべえ！やべえ！え、グー！神様？見る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 。番号は一緒ってことでしょ？え、マジじゃん！相当高いんじゃない伊藤の組違い。一等やもん、だって。だって一等のね、番号は一緒だよ。はい。10万円。ないよ。そこそこ出るんかい。一等組違い賞じゃなくて、前後賞だったら、もし前後賞だったら、うん、組は一緒で、ちょっと数字が違うだけだったら、1億5000万。マジかマジか。神様じゃん。これ神様。神様。神様。ありがとうございます。うわあ。うわあ。これはもう。確かな。俺もなくなった。じゃあまた。でももうめっちゃ育ってるやん。早っ。はい。もうマックス育ちですねこれ。お願いします。お願いします。やべえ。7等か。埋め尽くされる。ちょっと今回気分転換にさ、開ける場所変えない。じゃあ今回も開けていきましょうか、はい、開けていきましょう、はい、後藤出てないな。え、なんで僕が切ってみてるんですか。本当にうるさい。キーワーうるさい。あがれないよ。上がるでしょ。上がれよ。上がんないよ。7等がもういっぱいなれ。うわ、あ、いっぱいになっちゃった。7等、あ、うん、7等だけこれ100万円分あります。すごいな。これ7等だけで100万円分ある。で、5等これだけで、4等1個1等組違い。なんかやっぱ違うな。1等組違い賞すごいな。この段階で当たったの多分すごい、ね、だいぶすごいんじゃない。これで当たってんの、もうやばいと思う。どうするよこれ。拡張しますか。ちょっと拡張ですか。見てください、立派なサトウキ畑できました。やったー、やったー、すごいよこれ。ただね、ナオニーはちょっと時間でログアウトしてしまうんですけど、ちょうど4人になるので1人ね、1層担当できるという。なるほどね。いや頑張ってよ。こっからもまた大変だね、うん、最初あのさ、あの入れたじゃん1枚。うん、あれも引いといてね、ちゃんと。あー確かに、うん、それも気になる。あれから出てきた、どうしよう。確かに確かに。ここからが本題ですね。久しぶりな気がする、引くの。今持ってるやつも引いちゃおう、試しに。うえーい。いいねいいねいいね。5等取った。おすごい。おつ。じゃあ取ってきまーす。はーい。いやーこれ取り放題だ。めっちゃ作れる、やば。えぐいなこれ量。当てるぞみんな。これやるぞ。当てるぞ。これだけでいくら分あるんだろうっていうレベルやな、マジで。あーダメだ、もう一回取らないと。これだってさ、このペースってさ、宝くじの当たってるかどうかの選別の機械に入れてる速度やん。確かに確かに、それぐらいだよね。うっそー、ラボス4等当てたい。俺も4等当てたい、せめて。3等じゃないの。お前ら土俵に立ってないんだ。クッションクッション。あれ待って。お？え？四等だ。来た。うわあ！やったー！俺とタッツンやのこと。どうも立ってないよ。俺らダメだよタッツン。欲が出すぎてんだ。欲出てる？
よく出てるかな、出てないけどね。全然いらないもん別に。これ絶対収穫祭しない、集めない、初心に戻って。まあ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 、その方が喜びを分かち合える可能性はある。小松菜に見えてきた。サトウキビがゲシュタルト崩壊起こして小松菜にしか見えんくなってきた。このままじゃ宝くじにできない、これだと。やばい、待って、俺ほうれん草に見えてきた。やばいやばい、ほうれん草と小松菜のスープができる、このままじゃ。まずい、待って、アスパラガスじゃない。いや、まずい、まずい、わー、アスパラガスに見えね。アスパラガスかも。これ何かね、母さん気使ってよ。でさ、さっきさ、ちょばばさんとさ、気使ったら一個空いたからやめたんだよ。気使った。ねえ、もう何しちゃってんの。動くにピンク見える、奥にピンク見える、奥にピンクが見える、おい。孤立悪い、孤立悪い。はい、というわけで皆さんお疲れ様です。ね、僕たち宝くじ製造会社を働きに働きまくってですね、宝くじの倉庫があるんですけども、はい、こちらにたくさんのチェストがあると思うんですけど、これ全部宝くじでございます。これやばいでしょ、普通に。わー、やばい、やばい。約なんですけど、8万3000枚あるみたいです。あの、現実価格でですね、2500万相当の宝くじがここにあります。一等当てるぞ。もうここに、本当に入れる用の場所もね、しっかり作って、うん、一等、一等を移動させてきたんで。さあ、じゃあみんな頑張るぞ、最後。よっしゃー、頑張るぞ。頑張ろう。お願いします。あ、お参りしたらいいじゃな。元出た。おー、いいね、すごい、早すぎ。うえ、4等当たった。いや、もうあれ見ちゃったらね、もう満足できないよ、4等じゃ。4等か、5万円か。でも、何、何、4等以上、4等以上、4等以上。マジマジ、ナイスナイス。何、どう、4等以上よ、いくよ、せーの、ヤマさんと、サタン、ナイス。嘘。見て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 、サタン、やべえ。100万円。俺だってなんならさ、俺2列分しか開けてないよ今。え、やっば。すごい。きたー。すげえ。ここで。ここで当てる、やべ、いいとこ出たよ、マジで。マジかよ。ここまでの頑張りが効いてきてんじゃないの。効いてるわ。ちなみに2等から当選金額がぐんと上がりまして、2等だと1000万です。やべえ、これやばいね。やばい。たっつんさ、今の現地で何枚ぐらい開けてんだろうね。え、待って、3等当たった。100万。えぐ。え、ちょっと待って、どんな担当。え、ちょっと待って、ちょっと待って、弱すぎだ。急に、なんで4等より出るよ。今さ、これ流れ来てるやん。一体この企画、あの、録画終了して、宝くじ屋さんにゴー。これ収益とか、どんだけ見積もってくださいよ、こっちの方が。もう俺一生連打しちゃってるもん、早く新しいの出したくて。で、今さ、確率乗ってってさ、うん、あの宝くじの大体ね、うん、3等が50万分の1だった。やばくない？え、じゃあ俺ら当てたんですよ。めっちゃやばいこと起きてる可能性ある。え、1等の組違いは、ですね、10万分の1です。え、じゃあ3等もっとやばい。じゃあ3等の方がやばい。3等、マジ確かに。流していく。5等だ。やったー。今回は初5等。4等以上ですね、これは。え、間違いなく。めっちゃ当たるじゃん。間違いなく4等以上ですね、これは。
マジ？いきます。やっぱ3頭マジで、マジで嘘やろ。あれ、あ、頭が2個になってる。3頭当たったの気づかないレベルのか、マジか。置いてけ3頭置いてけ残りもう2万とちょっとしかないよ。2万、うわー、当てれるかな。あわよくば1頭あわよくば、あわよくば、なに、あわよくばってあと1万枚ちょっとです、皆さん。まずいよ。まだ当たってません、2頭も1頭も。でも3頭が現在4つ当たってます。4つ出てるね。すごいけどね、これも。でも結局これマジで8時間9時間、これマジで山掘る企画と同じぐらい撮ってる。山掘る企画もうじゃあ鬼畜企画やん、これもう。どこが鬼畜企画じゃないやねん。ラストワンストックです。やべえ。もうチェストの中これもうないです。空っぽになりました。あと手持ちのやつだけ、みんな。これももうなくなります。60。あ、あとノアさんだけ。だってあと30。当ててくれ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 。うわあ。なくなる。終了か。十。いや。いや。これがあります。あのまさか。神様。あの幼いもの。幼いもの。一個の。一個の。星座連続か。当てるよ俺。リーダーだもん。当ててくれ。頼む。邪魔だわ。あぜれる。ナオリンのお前見背負ってる。ラスト1枚。テロリンすら言わないのやだよ。テロリンすら言わないのやだよ。攻めティロ。攻めティロ。攻めて何かしら。いや、これはいい。任せろ、行くぜ。来い。出ない気がする。終了です。タイムアップですね。約タイムアップ、ここが意味やから。ちょっと待って。タイムアップ10時間。ちょっと待って待って。僕らがまずですね、今回、まあ、購入した回数とあえて言わせていただきましょう。はい。159,288枚です。15万。で、これをね、現実価格に、まあ、直したところですね、なんと、47,786,400円ということで。5000万だ、大体。約5000万。えぐい。で、今回僕たちが当たった当選金額なんですけども、はい、はい、合計1,562,700円ということで。おお、結構高いな。結構、まあそういう感じですね。まあ、これはどうなのか、高いのか低いのかよくわかんないけども、いや、映したかったよね、当てるところ。あ、映して当てたかったな。悔しい、ちょっと。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。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 それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。